激しい空中戦の末、トレマたちはメガロとバトラを破ることができた。しかし再びダメージを負い、入院するモスラとラド、そして思いもかけぬ事態が。なんとゴジラが脱走したというのだ。ゴジラが脱走するなんて。やっぱり犯人はゴジラやったんや。怪獣の攻撃本能が蘇って昔の凶暴なゴジラに戻りよったんや。絶対違うって。ゴジラはきっと自分で無実を証明するために飛び出していったのよ。自分なんでそこまでゴジラをかばう。なんでそこまでゴジラを信じきれるんや。撃つんだトレマイ。あいつはもうお前の知ってるジゴラではないんだ。ふるさとではゴジラと似た古代生物と仲良しだったらしいな。ジゴラを、その古代生物、私は私の手で撃ち殺した。ゴジラ出現。新宿の高層ビル群を破壊しています。北京政府より入電。ゴジラに抹殺命令が下されました。トレマ、ゴジラ、あんたを殺させはしないからね。私が絶対に。